平だな。大雨の次は電球だ。平常に押して狙ってくる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 。聞いていたんだろうな。新型のガイノイドが原因不明の暴走を起こして所有者を襲い、メーカーが大慌てで回収した。あとはお定まりの遺族の告訴、製造責任をめぐる長い民事裁判、莫大な賠償金。なぜ旧家が動くのかをまずいて理解したつもりですが。理解だと？理解なんてものは、おおむね願望に基づくものだ。理解なんてものは、おおむね願望に基づくものだ。もともとあいつの所有物は、脳みそとゴーストだけだった。もっとも本人はその存在すら疑ってたんだ。遺体の分類の人は、分類の人は、全脳内の筋肉を、共同検査はしないと言ったでしょ。あまりしつこいと合流するわよ。公安休暇のトムさん、こっちの怖そうな旦那はダブルオーバックでこの子を潰した人ね。人間プロジェクトして、でもその死の真相は白は黒でないというふうに人間が使えるようにしてるのに、子供は人間という人間が家は人間の前科を書いてして、カオスの中に生きる子供ではない。真っ暗との中身がある人は人間。なんだ、お前だけか。古賀は人事に突き込んだと最近言ったらしいね。先輩は何か、ご紹介したの日中暴力団の新設、マイク売品、賭博、人身売買、地上げ、その他何でもありのヤクザ。二世の脳が3日前に例の肌に首もぎ取られて、今台無しの若林と呼ばれます。先代の幸福は襲名の絶対的な。今の自分を幸福だと感じるか。うん、まあ人は概ね自分で思うほどには幸福でも不幸でもない。肝心なのは望んだり生きたりすることに飽きないことだそうだ。何の話です？最近のあいつを見ていると失踪する前の少佐を思い出す。孤独に歩め、悪をなさず、求めるところは少なく、林の中の象のように。ぶしつけな質問で大変恐縮なんですが、私は子供を産んだことも育てたこともない。ちなみに卵子バンクにも登録していない。どうもありがとう、ミス。ハラウェイ、ミスもミセスもいらない。生きてるか、相棒。女房との性能は頭の中に広がっちまって。そいつは女房でも娘でもねえ。